ウィニングゴール TV スタート。そうですね、まあ最終的には苦しかったなっていう、前期あれだけ勢い乗っていけてこのまま突っ走れるかなと思った中で、やっぱ J2 の厳しさっていうのはすごく体感しましたね。これっていうあれはないですけど、まあ攻守のバランスというか、こう失点が多かったりした試合もあったし、逆に得点が取れない試合とかもあったので、そういうところでバランスっていうのはすごく良くなかったのかなっていうのは思います。そうですね、まあ正直こう、まあ、パフォーマンスも少し落ちて本当クソってぐらい悔しかったんですけど、まあでもこうやっぱり一回落ちればあとは這い上がるだけなんでっていうメンタリーではいました。そうですね、まあ今年42試合全部出て、ゴールとアシストで10ポイント以上って目標を掲げていて、それが達成できなかったので、まあ、まずはそうですね、一緒になるんですけど、そこです。なんだろう、本当点決めるだったりアシストするってとこは本当すごい技術が問われると思ってるので、まあ、そういうとこを突き詰めていきたいなと。そうですね、今年は J1 昇格っていう目標に向かって走っていましたけど、やっぱなかなか苦しい時期あった時にすごくサポーターの皆さんが、まあ、激励してくれたり、こう支えてくれたりしていただいて、まあ結果で恩返しできたらなと思ったんですけど、まあ、目標達成できず来年も J2 という舞台になってしまったので、まあ、本当来年こそは大分トリニータが J1 に上がれるように、まあ、その力になれるように頑張っていきたいと思います。最後は優勝して終わりたかったし、もっともっと活躍したかったなっていうのは思います。ウィニングゴール12月号、僕が表紙です。みんな買ってね。大分県警察からのお知らせです。家族の絆で詐欺と戦いましょう。そこまず俺らの詐欺。大分出身の HKT48 栗山里奈です。大分県の皆さん、 ATM で医療費や介護保険料などの還付金を受け取ることはできんよ。 ATM コーナーで携帯電話を使って通話をするんは詐欺被害につながるけん、 ATM コーナーでの通話をせんでな。携帯電話で通話をしながら ATM の操作をしちょん人を見かけたら、詐欺被害を防ぐため声をかけてな。家族の絆で勝つ。ストップ還付金詐欺。ストップ俺らの詐欺。